ベルナー・イエーガーベルナー・ビルヘルム・イエーガーは20世紀に活躍した古典学者。イエーガーはプロイセン王国ライン県のロベリッヒに生まれた。ロベリッヒの学校と県辺にあるギムナジウムと前ウむに通い、マールブルク大学とベルリン大学で学んだ。1911年、アリストテレスの刑事上学に関する学位論文を持って、ベルリン大学から博士号を取得。 ハビリタチオン論文はエメサのネメシオスに関するものだった。若干26歳にしてスイスのバーゼル大学から招聘され教授として講座を持つことになった。就任から1年後、キール大学の同様のポストに移動し、1921年に母校のベルリン大学に戻った。イエーガーは1936年までベルリンに 止まったが国家社会主義が勢力を増してきたことに危機感を覚え同年アメリカ合衆国に移民した。イエーガーはヒューマニスティッシュリデンウントボーツリージとデモステネスにてオブラートに包んだ形で抗議の意を示した。なお、校舎はカリフォルニア大学バークレー校で1934年に行われたサザー抗議に基づいている。イエーガーが込めたメッセージは ドイツの大学関係者たちには完全に理解され、ナチスの熱烈な支持者は激しくイエーガーを攻撃した。アメリカ合衆国にて、イエーガーは1936年から1939年までシカゴ大学の専任教授を務め、その後、ハーバード大学に移籍し、第一次世界大戦の前に開始していた恐怖ニュッサのグレゴリオスについての研究を続けた。 イエーガーはその後生涯をマサチューセッツ州ケンブリッジで過ごした。カナダの哲学者、ジェームズ・ダウルはハーバードでの教え子の一人である。イエーガーはアリストテレスの刑事上学についての学位論文を二部、一つはラテン語で、もう一つはドイツ語で執筆した。イエーガー版の刑事上学は1957年に出版された。 ニュースサのグレゴリオースによるコントラユーノミウムを編集してからわずか2年後、1923年にイエーガーはアリストテレスについての画期的研究を上司し、その名を広く知られるようになった。その評価は1960年代に至るまで疑い得ないものであった。イエーガーは学術史を2冊創刊した。すなわちダイアンチケと影響力を持った書評誌、ノーマンである。 イエーガーは、恐怖ニュッサのグレゴリオスの全集、グレゴリニッシーニオペラの編集者で、主著、コントラユーノミウムの編集も行った。この版は偉大な学術的業績であり、現在のカッパドキア3恐怖に関する研究の文献学的基礎となっている。イエーガーは数冊からなる著作、パイデーア、ザアイニアルズ・オブ・グリーク・カルチャーの著者として最もよく知られている。 同著は古代ギリシャにおける最初期の教育実践とその文化的本性に関する構成の哲学的反省を考察したものである。この著作によってイエーガーは20世紀初頭に見られたヨーロッパにおける大敗的状況を改めヘレニズム文化に起源を持つ諸価値を回復しようとしたのである。イエーガーの最終講義アーリー・クリスチャニティアンドグリーク・パイデエアは 彼の生涯にわたる業績をまとめた非常に印象的な作品である。その扱う範囲は幅広く、ほぼ千年の歴史を持つギリシャ文献学、ホメロス、ソクラテス以前の哲学者たち、プラトン、そして幾人かの恐怖たちの哲学、進学にまで至る。ベルナー・イエーガーの論文は、ホートン図書館に所蔵されている。プラトンとアリストテレスの解釈詞に関するイエーガーの、 立ち位置について、ジョンズ・ホップキンズ大学のハロールド・エフ・チャーニスが明確に、要約している。プラトンとアリストテレスの解釈詞は、大まかに言って、下記に示す、立場のどれかを支持していると考えられる。アリストテレスは、プラトンの初期対話編、著作に共感し、受容した。アリストテレスは、プラトンの後期対話編、著作に共感し、受容した。 先の二つの立場を様々に組み合わせた立場、チャーニスは次のように述べている。ベルナー・イエーガーの見た限りでは、プラトンの哲学は質量なのであり、そこから新しく高度なアリストテレスの思考という行想が生まれ、徐々にではあるが確実かつ着実に発展していったとされる。この解釈は、アリストテレスのプラトン理解が絶対的無理解だったのかどうかという、 古い論争を呼び起こすものである。だが、このことは、アリストテレス独自の思考パターンがある特定のプラトン理解と不整合である、というライゼガングによる再主張を妨げるものではなかった。ここで、チャーニスは、イエーガーとライゼガングが反対の立場にあり、ライゼガングは、プラトンとアリストテレスを上記もしくはの立場によって調停する。 可能性があることについて共感的ではなかったと考えている。ありがとうございます。